平野紫耀と神宮寺ゆ太のスーツ色が仏議をかす。とべ、への意図的なメッセージか皆さん、こんにちは。今回の記事では、元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀さんと神宮寺ゆ太さんが新会社、とべ、に合流したことを発表し、その後の YouTube 生配信で着用したスーツの色が仏議をかしていることについて取り上げます。 ファンの間で再び意見が分かれる結果となったこの出来事について詳しくご紹介します。7月7日の夜7時から滝沢秀明が今年3月に立ち上げた新会社、トべの YouTube 生配信が行われました。この生配信では元キングプリンスへの平野紫耀さんと神宮寺ゆ太さんがダブルのスーツ姿で登場し、トベへの合流を発表しました。 後半には、彼らの先輩である三宅健さんも登場し、金プリ時代のメンバーカラーであるシンクとターコイズブルーの花束を渡して、暖かく迎え入れました。この約1ヶ月半ばぶりの姿に、生配信のチャット欄は目にも止まらぬ速さでコメントが殺到し、金プリのファンであるティアラたちは感激しました。 生配信の終盤では、同時に接続している視聴者数が100万人を超える盛況ぶりでした。また、配信後に始まったファンクラブの入会受付も大変な人気で、サイトが混み合い、12時間以上の待ち時間が発生するほどでした。平野さんと神宮寺さんの人気の高さが改めて証明された瞬間でもありました。 新たなスタートを切った平野さんと神宮寺さんですが、すべてのティアラから指示されているわけではないようです。彼らが着用したスーツの色が、ァンクラブ動画で残留を発表した高橋海人さんと長瀬恋さんが着用していたスーツの色と似ていることが話題となっています。実際に確認してみると、ァンクラブ動画では、 高橋さんがグレージュ、長瀬さんがカーキのスーツを着用しており、飛べの生配信では神宮寺さんがグレージュ、平野さんがカーキのスーツを着ているように見えます。飛べが花束の色までこだわっていたことから、スーツの色にも意味があるのではないかと、ティアラたちが新読みしているのです。一部のファンは、このスーツの色の類似性を愛を感じると捉え、 平野さんと神宮寺さんがいずれは、飛べ、の仲間入りする可能性に期待を寄せています。一方で、高橋さんと長瀬さんの突然の二人組への同情からか、スーツの色の類似性を、偶然にしても怖い、本当に絶句だよ、ありえない、わざと以外ありえないし悪手にすぎ、と批判する声も多く聞かれます。 このスーツの色の類似性は偶然なのか、あるいは何か意図的なメッセージが込められているのか、はっきりとはわかりません。ただ、この出来事が再び、ティアラ、たちの間で意見が分かれる結果となったことは明らかです。平野耀さんと神宮寺雄太さんの新会社、飛べ、への合流を発表した YouTube 生配信でのスーツの色が、 残留を発表した高橋海人さんと長瀬恬さんのスーツの色と類似していることが話題となりました。この出来事により、金プリのファンであるティアラたちの間で再び意見が分かれる結果となりました。一部のファンはこのスーツの色の類似性を愛を感じると捉え、平野さんと神宮寺さんがいずれは飛べの仲間入りする可能性に期待を寄せています。 一方で、高橋さんと長瀬さんの突然の二人組への同情からか、スーツの色の類似性を批判する声も多く聞かれます。このスーツの色の類似性が偶然なのか、何か意図的なメッセージが込められているのかは、はっきりしません。しかし、この出来事は、平野紫陽さんと神宮寺祐太さんの新たなスタートという意義を持ちつつも、 キンプリのファンたちの間に再び分裂をもたらしました。今後の展開に注目が集まることでしょう。ティアラたちの間で物議を醸しているスーツの色の類似性についてトベの関係者やメンバー自身からのコメントはまだありません。しかし、このような細かな要素までこだわることで、彼らの意図やメッセージを読み解こうとするファンの姿勢に対して、 企業側が意図的に反応しないこともあります。このような騒動や分裂はアイドルグループの解散やメンバーの脱退が発表された後にはよく見られるものです。キンプリのメンバーたちがそれぞれ新たな道を歩む中、彼らがかつてのグループで培った絆やファンとのつながりをどのように扱っていくのかは注目されるところです。一方で、 このような物議を醸す出来事は、ファンの関心を高める効果も持っています。テレビや SNS へで話題になり、金プリ関連のニュースが再び注目を浴びることで、彼らの新たな活動や、飛べ、のプロジェクトに対する関心が高まる可能性もあります。結局のところ、このスーツの色の類似性が意図的なものなのか、従前なのかはわかりません。しかし、 ファンたちにとっては、金プリのメンバーたちが互いに励まし合い、それぞれの新たな道で成功を収めることを願う声と、グループの解散やメンバーの脱退に対する寂しさや悲しみを感じる声が混在しています。この出来事が金プリファンたちの思いをさらに刺激し、 彼らの心に再び結束や分別をもたらすことになるのか、それとも新たな展開を生むきっかけとなるのか、今後の動向がますます注目されることでしょう。元キングプリンスへのメンバーである平野市さんと神宮寺ゆ太さんが新会社、とべに合流し、着用したスーツの色が残留メンバーのスーツと類似していることが話題となりました。 この出来事により、金プリのファンであるティアラたちの間で意見が分かれる結果となりました。一部のファンはスーツの色の類似性を愛を感じると受け取り、平野さんと神宮寺さんの最終決に期待を寄せています。一方で、高橋さんと長瀬さんの突然の二人組への同情からか、スーツの色の類似性を批判する声も多く聞かれます。 このような騒動や分裂は、アイドルグループの解散やメンバーの脱退が発表された後にはよく見られるものです。金プリのメンバーたちが新たな道を歩む中、彼らがかつてのグループで培った絆やファンとのつながりをどのように扱っていくのかは注目されるところです。この出来事が再び、ティアラ、 たちの間で意見が分かれる結果となりましたが、一方で金プリ関連のニュースが再び注目を浴び、彼らの新たな活動や、飛べ、のプロジェクトに対する関心が高まる可能性もあります。最終的に、スーツの色の類似性が意図的なものなのか、従前なのかはわかりません。しかし、ファンたちの願いは、 キンプリのメンバーたちが互いに励まし合い、それぞれの新たな道で成功を収めることにあります。この出来事がキンプリファンたちの思いをさらに刺激し、彼らの心に再び結束や分裂をもたらすことになるのか、それとも新たな展開を生むきっかけとなるのか、今後の動向がますます注目されることでしょう。